にちは、小林幸子です。さあ、今日も始まりました。小林幸子は流中ババア。いや、幸子さん、はい、またなんかくだらないことやって世の中笑わせてますけど、そういう切り口はないじゃないか。幸子さんの最近の話題といえば、はい、ホーンテッドマンション。そうなんですよ、ホーンテッドマンション、マダムレオタ、マダムレオタ。幸子さんがこの役やるっていうのもすごく意外でしたけども。あ、本当に。で、幸子さんがっていうね、私この役お話しいただいた時飛び上がって喜んじゃって、だってアトラクションとしては大好きで、必ずあそこ一番最初にパンって目に飛び込むのが水晶玉の中にいるマダムレオタ。まさかこの役を私が吹き上げやるなんて思わなかったから、ものすごく嬉しかったですね。そしてその、ホーンテッドマンションが9月1日に公開されて、はい、そうそうそう、今ですね、ニュースによると、うん、9月5日までの公開5日間で興行収入約6億円、はい、そして動員客数40万人以上、うわ、ディズニーチャンネルで大ヒット。あ、それは嬉しいですね。あ、ちょっと話を聞いたんですけど、字幕版と吹き替え版とがあって、日本では吹き替えの方が多いっていうことを聞いた。ディズニー映画の中でも、日本の中でも、こんなリトルマーデンメイドとかでも50-50 半々ぐらいだった。今回75-25ぐらい見られる、75の方に吹き替えってことね、はい、あら嬉しい。いや、私ね、何が嬉しいって、もちろんマダムレオタの役も嬉しいんですけど、あの映画ってほら、一番最初にナレーションがある、何にも音がないところからポーンって発するのが私の声からなんです。それ生まれて初めてなんで、なんかね、ドキドキしちゃって。私もあの映画館で見たんですね。自分の役で声が出るよりも、そっち あのナレーションの最初の言葉が出るところの瞬間の方がドキドキして、ずっと私映画館で見てました。でもすごく嬉しかった。そして今回ですね、はい、あの意外だったのが、監督はディズニーランドの元キャスト。そうなの、ジャスティン・シミエンさん。そう、ジャスティン、あ、そうじゃなくてねジャスティスです。あ、すいません、はい、監督のホーンテッドマンションへの愛とこだわりがたっぷりするようになる、ということで。でもすごくない？ディズニーランドが好きで、そこに勤めていたわけじゃないですか。で、その人がずっと描いていた監督をやりたかった、本当に叶ったんですよね。ウォート・ディズニー の言葉たくさんあるけれども、君に勇気があったら夢は必ず叶う、その通りに今回監督になれたわけじゃない。それすごいなと思った。本当に素敵だと思いますね。今回このホーンテッドマンションなんですけども、言わざるかな、言わずもかな、ディズニーランドの人気アトラクション、はい、ホーンテッドマンションが、ホーンテッドマンション。今日、どこに噛んでる、噛んでるね。もう一回頭から言うか。こんにちは。いや、大変。あ、そんなところ大変。あ、それは大変。ちょっと大変だ。大変、すいません。まあ、ディズニーの人気アトラクション、ホーンテッドマンション。幽霊屋敷っていうことですからね。はい、999人のゴーストが住む館、ホーンテッドマンション。はい、想像を超える不可解な出来事が続く館の謎を解き明かすため、個性豊かな心霊エキスパートたちが館に集結するというような。さんが、演じたマダムレオタ、はい、どういった、まあ、今回の、まあ、いろんな事件があって、そこの中のキーなんです。私が物語を解いていく役なんです。幸子さんはあれですね、来場者たちを見殺しにする役じゃないですか。違いますよ、そんなに殺してどうするんですか。そこ助けるんでしょ。何言ってんの。助けるなんですか。当たり前でしょ、そんな。悪の総括、違いますって。超大親分みたいな。いや、まあ、それもいいですよね、だって、ね、違う、うんうん、ゴーストにもゴーストなり その生き様、人生があって、今ゴーストになって、だからそこからもう行き場がない、いろんな悩みを抱えている人たちも踏まえて救ってあげるという話。いい役じゃん。ビジュアルは圧倒的ラスボスですよね。そうなんです。あの、なんか選ぶのにね、あのマダムレオタラスボス的な要素があって、もうこれは小林幸子さんしかいないっていうことで満場一致で決まったそうでございます。なんだかよくわからないですけど、はい、そしてなんか僕ニュース記事で見たんですけど、はい、なんかこの間出たイベント、イベントね、これは何のイベントですか。これは大ヒット記念のイベントがありました。幸子さん出てると思ってなんかニュースを見たら、なんかちっちゃいたまんなくて幸子さんに水晶玉と言ってくれる、はい、こちらの、画像です。どうぞ、はい、これ幸子さんどうなってるの。
あ、こんな感じ。首からしてどうなってるんですか。箱の中にこうちょんって出して、まあこう水晶玉で CO2 がパーッと出てる間にスタッフの人がこうパッコンって外してくれて、私がここにいるわけですね。そこでマダムレオタの登場ということで。このビジュアルすごいですね。金魚鉢の中入ってるお前幸子みたいな。水晶玉だって言ってるでしょう。しかもさすがこれ首から下ってもしかして私服ですか。私服です。ジャージ着てました。だって暑いんだもん、暑いんだ。しかもあのこの水晶玉の前にちゃんとちっちゃいピンマイク置いてあるんですよ。ここね、ここにピンマイク。改めていかがでした、このマダムレオタ演じてみて。幽霊屋敷っていうタイトルはそうなんですけど、でもこっ結構ネタバレ。ネタバレダメなんだって。そんなね、ジャージ姿のおかげもあってか、はい、大ヒットになっているんですよね。本当に大ヒットみたい。みんなね、結構仕事でいろんな人あっじゃないですか。そしたら見たよって言って、面白かったーって、すごく嬉しかったですね。そして幸子さんといえば、その直前ですね、はい、フレンズ・オブ・ディズニー・コンサートで、うんうん、ディズニーの中でもヴィランでも一番人気と言われるリトル・マーメイドのアースラ。そうです、アースラ。このアースラに扮して歌を歌ってましたけど。そうなんです、そのコンサートでお話をいただいたんです。三上も、それから井戸部長もいただいたのはすごく嬉しいけど、本人がこの悪役の、ほんとすごい悪役の、その歌を引き受けるか引き受けないは本人だからってことを聞いたんですよ。じゃあ歌聴かせてもらって、もう即です、歌いたい。でも逆にあのマネージャーの方がやりますかみたいなことやる。なんか嬉しくて仕方がなくて、なんかそういった、いわゆるあのどうして悪役になったかのストーリーってこれあるじゃないですか。ディズニーの中の悪役ってものすごく悪いんだけど、でもどっかでコミカルだったり笑えたり、あのそうだよねっていう、でそこが出てくるから、私はなんかやりたいなと思って歌った。そうです、ことの丘なんだか、みんなものすごく評判良かったみたいなんですね。良かったですよ、本当に。あの歌唱力あっての悪役っていうのは、いやいやいや、やっぱり説得力しかなかったです。ありがとうございます。私あのはーって出て行ったのね。出て行ったらそこで拍手くるのでラスボス感がなんだって。でそういう気持ちでやったわけでも何でもないんですけど、面白くやろうかなと思ったらもう拍手来ちゃって、その時あ心の中でやったと思ったんだけど、面白かったですね。あの曲の中でもところどころあのセリフが入ったじゃないですか。そうそうそう。で僕印象的だったのが、あの時の幸子さんのセリフを読む感じ、あの表情と声のトーンと、うん、幸子さんすごい楽しんでるなと思いながら、ものすごい楽しかったもん。めちゃくちゃハマり役だなと思いました。だからもっと悪役やりたい。ドラマではもう伝説の詐欺師もやって、まあ、そういう吹き替えの世界で、まあ、悪役ではないですけどちょっと怖い役もやって、怖い役やって、うん、コンサートでも悪役やって、はい、なんかどん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 あのラスボスになってたんですね。もう私のこれからの生きる道はやっぱり悪役しかないから。今後の展望としてどんな悪役やりたいですかね。お芝居って言えば、私本当に子役の時にずっとやってきました。だからいろんなこともやって、大河ドラマもやったし、朝ドラもやったし、寅さんもやったんですね、私ね。だからそういうことを踏まえて、やっぱりやってないことはやっぱり悪役につきますね。これしかないですね。うん、でも一回圧倒的な悪役もやってみてほしいですね。人から憎まれるぐらいの悪役。あのさ、あの顔芸じゃないけど、ああそうねって。何？全然そういうの、そういうの、そういうの、そういうのやりたいね、面白いね。あとはこう、笑って人を刺してしまうような猟奇的殺人犯。やだ、アズマそれが一番怖い。それ怖いな。それ一番怖い。というわけで、悪役のキャスティングに困っている方、私がいます。こんなお願いすることあんまないよね。面白い悪役になっちゃう。面白い悪役になっちゃうね。でも、やってみたいな。お願いします。こんな展開になると私本当に思ってなかったから、人生って面白いなってすごく思う。あ、でも一番最初に幸子さん、やりますかねって持ってきたのは高木ちゃん、あなたでしょ。もうディズニーの担当者と、いや小林幸子さんを出したら面白いんじゃないかっていう話からちょっと振られたね。そうでしょ、責任取りなさいよ。そしてあの悪役といえば、もう一つ忘れてはいけない、一応悪役のカテゴリーと思うんですけど、月刊ボンビーダ連載中の異世界小林幸子。あれね、私が毎回読んでどうなるんだろうと思うけど、どこまでみんなが楽しんでるんだろうかって言って。というわけで今日はあのホーンテッドマンションのお話をさせていただきました。ご覧になっ
た方、それとまだご覧になってらっしゃらない方、ぜひ必見です。見てください。そして映画館で必ず見てくださいね。そして見てくださった感想をぜひお待ちしてます。ぜひよろしくお願いします。ホーンテッドネーション、こんな感じでいい。